どうも、コウコレアTVのコウコです。今日はリップをご紹介するんですけれども、今日ご紹介するリップがこちら。今日はあえて正面に出しませんよ。いつも手を押さえますけどね。はい、今日ご紹介するこのリップはクリニックのリップなんですけれども、こんな感じです。なんでクリニックのリップをご紹介かと言いますと、クリニックはね、いろいろクリニックジャパンとかクリニックコリアとかあるんですけど、今韓国でクリニックのこのリップをですね、最近大人気のガールズグループユジャチングが宣伝しているということで、広告モデルをしてるということでちょっと紹介しようかなと思いました。私はこれ日本でゲットしたものですけど、韓国でも買うことができます。ただちょっと韓国と日本カラー展開が若干違うかもしれないので、その辺はちょっとご注意なんですけれども、今日はそんな中で私はこのクリニックの3番クリニックポップマットルビーポップっていうカラーをちょっと塗りたいと思います。これはめっちゃ発色いい、つきがいい、そして超マットなんですよ。個人的にあんまりツヤ感あるリップが好きじゃないので、これはこれ1本ですごくマットな質感になって、でもただのマットだとカサカサっぽくなっちゃったりとか水分が心配になっちゃうんですけど、これは水分も配合されてるマットなリップなのでかなり優秀です。じゃあちょっと塗りましょう、早速ね。私濃いめ好きなんでこんな感じで、はい、完成です。こんな感じでね、わかりますでしょうか。こうピタッとくっつく感じ、フィルムでね、フィルムっていうのなんかこうフィルムでピタッとこう唇にくっつくような感じでリップのカラーがね乗っかりました。韓国のねそういうデパートとかでクリニックも購入することできますので、ぜひぜひ皆さんクリニックポップマットぜひぜひいろいろと自分のねお好みのカラーでぜひゲットしてみてください。ユジャチングの広告でも出ているように、私は赤が好きなんで赤リップなんですけど、ピンクとかちょっとベージュっぽい色とかもありますので、ぜひ自分好みの色でチャレンジしてみてください。これグロスの方もすごいマットなんですけど、もっとグロスはツヤが出るマットなので、ぜひぜひつけて、多分つけた方が驚く。これは普通と本当に違うのがよくわかります。ぜひぜひチェックしてみてください。ユジャチングの広告も可愛いので見てね。ということで、アニョン。韓国情報だったり、韓国エンタメ情報、俺ちゃんメイクだったり、グルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さん、コメントやリクエストもどしどし募集しています。YouTube のコメント欄、Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そして、チャンネル登録もよろしくお願いします。